今日もいかがでこんにちは、フルです。本日もフルの弾き語り配信ラジオを聞きくださり本当にありがとうございます。はい、というわけでですね、今日はですね、お待たせいたしました。はい、ついにいよいよですね、開催されることになったんですよね。何が開催されるかって言うと、こちらですね。はい。この画像ですね。本当に素晴らしいんですけれども、今回、この OD1 グランプリっていうことですね。おだち画像グランプリですよね。おだってるやつのナンバーワンを決めようじゃないかっていうような感じですね。やるわけなんですよね。で、この、タイトルデザインもですね、デザイナーの0363っていう僕のおだち仲間のですね、方が作ってくださったんですけど、素晴らしいですよね。この素晴らしいタイトルデザインにふさわしいですね、大会を今日は開催いたしますので、ぜひぜひですね、集中して聞いてみてほしいなっていうふうに思います。はい。で、ちょっと今日ね、初めてこれご覧になった方は、ちょっと待ってくださいね。その前にちょっと、今日は、お知らせがありますね。今日はちょっと、コーヒーを飲みながら、コーヒーをすすりながら、ラジオ配信、お送りしようと思います。はい。はい。気にしないでくださいね。たまにコーヒーすするんですけど、ちょっと眠たいんでね、僕も。このかつてね、ラジオとか言って、コーヒーすすりながらお送りしてる人いないと思うんですけどね。ちょっと、コーヒーすすりながら、しかも、この OD1 グランプリですね。やっていきたいなっていうふうに思います。はい。でですね、この、なんなのか意味わかんない人いると思うんで、過去のですね、ラジオ配信で、おだつっていうことについてお話していったんですけども、おだつっていうものは、北海道弁でですね、ニュアンスとしては、調子に乗っているとかですね、ふざけている、はしゃいでいるっていうようなことを、おだってるっていう風に使うんですよね。僕、北海道、生まれも育ちも北海道なんでですね。ですけど、北海道であっても、もう今はですね、死語となっているんですよね、ほぼ。僕の周りでも使っている人は僕しかいないんですけどね。でも、このおだつっていう言葉が本当に素晴らしいんでね。その良さをですね、皆さんにお伝えしたいなっていうことで、第3回のですね、フルの弾き語り配信ラジオで、その使い方とかですね、そういうのを説明していったんで、もしまだ聞いていない方がいらっしゃいましたら、そちらもチェックしていただきたいなっていうふうに思います。はい。本当に素晴らしいんですよね、このおだつ。とにかく、いろんな場面で対応できるわけなんですよ。すべておだつっていう言葉で、まとまるんですよね。ちょっとよくわかんないかもしれないんですけども、そういうことを、第3回のですね、ラジオ配信でお話ししたら、非常にですね、面白かったとかですね。おだつって今日から使いますとかですね。そういうありがたいメッセージいただいてですね、非常に反響が大きかったもので、これは、もうグランプリせなあかんぞっていうふうに思ったんですよね。ということで、あなたの持っているおだち画像、おだっている画像をお寄せくださいっていうふうに告知しましたらですね、なんとですね、ものすごい数のですね、おだち画像が寄せられたんですよね。それをですね、僕の方で、ふるいにかけてですね、非常にレベル高かったんで、すごくですね、悩んだんですけれども、今回そのふるいにかけた、8万以上の画像の中から、
今回ベスト5をですね、振りにかけて出したんで、そのノミネートされたベスト5をご紹介しながら、なんでそのベスト5に選ばれたかっていうことも、説明しながらやっていきたいなっていうふうに思うんですよね。で、なんか、で、そもそも、なんでこんなおだつおだつ言ってんのかっていうと、どうしようか。これあんま言いたく、あんま言いたくないんですけどね。あまりちょっと表立ってないことなんで、そう、あまり言いたくないんですが、僕、おだちマスターなんですよね。で、これおだちマスターっていう、もの何かというと、それ話したら長くなるな。長くなるんだけど、この、師匠であるね、おだっちゃん、このおだっちゃんのもとで、修行してですね、10年ほど僕も修行しまして、おだちマスターっていう称号を手に入れたんですよね。なので、僕の使命としてはですね、このおだっつを、まだまだっていうか、ちょっと、影の存在ですからね。このおだちマスターっていうものも、影の存在なんで、ちょっともうちょっとね、これからの地球にはこのおだちが必要なんじゃないかっていうふうに僕は強く思ってるんで、それを世界中にですね、広めていくのが僕の使命なのかなっていうふうに思って、やっているんで、お願いします。で、何でしたっけ？そういう感じなんですよね。僕はおだちマスターなんで、で、今回、ご紹介していく、見事ノミネートされたベスト5ですね。をですね、国際おだち協会、おだ協って言うんですけどね。このおだ協のルールに基づいて、判定、解説していこうかなっていうふうに思います。で、このおだつにもですね、ルールやモラルなんかあるんで、ちょっとね、難しい専門用語とかも飛び出してくるんですけど、その辺は、雰囲気でね、聞いていってほしいなっていうふうに思います。というわけでですね。ついに始まりますよ。OD1 グランプリですね。早速じゃあ行きたいと思います。じゃあまずはですね。ペンネーム、幸子さんが投稿してくださったおだち画像がベスト5にノミネートされました。幸子さん、本当におめでとうございます。それでは幸子さんの作品です。どうぞ。というわけですよね。もう、お気づきかと思うんですけれども、100円アイスクリーム、全品198円ですよね。もう、おだってますよね、これ。もう、突破締めから軽くおだってますよね。普段より高くなってるやんっていう。普段100円なのに、198円でそんなでかく書かれてもっていう、そういうことですよね。そういうお立ち方なんですけど、ベスト5なんでね。5位はこういう感じなんですけどね。で、これを小田教のルールに基づいて、小田という用語を使って説明させていただくと、ボラレッツェっていう、加点が加わって、今回、5位にノミネートされたわけなんですよね。そう。で、ポイントですね。ポイント、なんて言うんだろうな。おだつにも、単位があるんですよね。長さにセンチやメートルっていう単位があるように、おだちはペントヌーンっていう単位を使って、
採点していくんですけれども、まあ、今回のこのですね、まあ、画像に関しては、サンペントヌーン、っていう評価を僕は付けさせてもらいました。はい。まあ、プラレッツェの加点が加わり、サンペントヌーンっていう採点ですね。まあ、ちなみにこの、ペントヌーンですね。まあいいや、それは。まあそういうことなんですね。はい。まあこれが、まあ、5位っていうわけでした。はい。まあ、こんな感じですよ。まあこんな感じで いっちゃいますけどね。次行くんですけども。まあ次は、はい。ペンネーム、まあ、熊の手さんからの投稿作品です。熊の手さんの投稿が、第4位にノミネートされました。熊の手さん、本当におめでとうございます。それでは熊の手さんの作品はこちらです。どうぞ。はい。すんごい秀樹入荷ってどういうことですかね。これかなりおだってますよね。まあ、どうですかこれ。まずね、まず、まあ、分析していくと、まあ、これ字体がおだってますよね、まず。すんごい秀樹って。まあ、この字体がおだっている。まあ、これが、まあ、プラレッツェっていう加点が、まずは、まずは、手始めに、まあ、加点されてですね。で、で、これ、ちょっとまあ、これどういうことがわけがわからないですけどね。まあ、これちょっと注目してほしいのが、このすんごい秀樹の木、この木の横に、これおそらくですよ。おそらく、これビデオって書いてるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。これレンタルビデオ屋さんなんじゃないかっていう。レンタルビデオさんの、そうですね。レンタルビデオ屋さんのとこで、まあ、すんごい秀樹入荷したんじゃないかっていう、まあそういう想像を駆り立てるんですよね。まあ、ここが、松成社、松成社っていう加点がここで加わるんですよね。はい。んで、まあ、そういう加点が加わって、まあ、今回この画像は、8ペントヌーン。8ペントヌーンっていう採点をさせていただきました。そういう評価を僕はさせていただきました。この8ペントヌーンを獲得したことによって、この画像が第4位にノミネートされました。はい。こんな感じですよ。はい。で、まあ、どんどん、もうベスト3に早くもなりましたよね。ベスト3ですよね。はい。それはですね。ペンネーム、マサルさんからの投稿作品です。マサルさんの投稿が第3位にノミネートされました。マサルさん、本当におめでとうございます。はい。それではマサルさんの作品です。どうぞ。はい。どうですかね。ちょっと読み上げますね。11月16日、12時頃、カバンの中に入れた、稲妻イレブン3の空ケース、過去笑い、3個返して、っていうことなんですよね。ちょっとコーヒーすすりますね。はい。これどういうことかというと、まあ、多分ツタヤかゲオ、ツタヤかな、だと思うんですけど、まあ、多分この僕はよくわかんないですけどね、この稲妻イレブン3っていうものはおそらく、まあ、ゲームソフト、テレビゲームソフトなんですよね。で、そのテレビゲームソフト
を、まあ、展示してるんですよね、店内に。うん。で、それは中身が入ってない空ケースだったのに、それを万引きしていったってことですよね。しかも3個も。うん。これは、おだってますよね。でもこれ非常にレベルが高いおだち方で、かなり根の深いおだち方なんですよね。どういうことかというと、まず、まあ、万引きはいけないですよ。まあ、空ケースであったとしても、3個万引きした犯人の方は、まあ、かなりおだってるんですけどね。で、まあ、それが、まあ、防犯カメラに映っている、まあ、その写真を店内に貼っている、ですよね。で、まず、まあ、この、問題は、その貼っているこの、紙ですよ。これをちょっと一つずつ見てってほしいんですけど、まずですね、11月16日。この11と16は半角なんですよね。なのに、12時頃の12は全角なんですよね。ポラレッツェですね。ポラレッツェで、で、かっこ笑いって、笑ってる場合じゃないですよね。だから、僕は何が言いたいかというと、ここの店員が一番おだってるわけですよ。こんな書き方して、この犯人恥ずかしめてですね。まあ、犯人もおだってるけど、それ以上に、蔦屋の店員がおだってるっていう、そういう作品ですね。で、これもちろん松成支社ですね。松成支社が、まあ、加点されるんですよね。蔦屋の店員に。そして、まあ、総合的な評価させていただくと、13ペントヌーンですね。13ペントヌーンっていう採点をさせていただきました。まあ、非常にね、根の深いお立ち方。まあ、特殊かな？特殊なお立ち方でしたね。これが、まあ、第3位の作品でしたね。というわけでですね。まあ、早くももう、残り2つを残すのみとなったんですけどもね。まあ、次はですね、惜しくも、まあ、準優勝ですね。準優勝。まあ、優勝は逃したんですけれどもね。まあ、そういう作品、第2位の作品ですね。まあ、第2位の作品はですね、ペンネーム、ケツゲは枝毛さんから投稿された作品なんですけどね。ケツゲは枝毛さん。第2位です。おめでとうございます。それでは、ケツゲは枝毛さんの作品はこちらです。どうぞ。どうですか？まあ、川越シェフですよね。おだってますよね。で、これ、まあ、ちょっと、まあ、分析していくと、すごい瞬発的におだってますよね。早い。お立ち方が非常に早いわけなんですよね。もうこれ見て0.3秒後におだってる。って思いますよね。ポラレッツェですね。で、ポラレッツェで、で、この、ま、どこがおだってるかっていうと、最初鼻なのかなって思ったんですよ。でも、もうこれ鼻をちょっと手で隠してもらってもおだってるんですよね。
鼻から上も織田ってる。うん。鼻から上が松成社。で、まあ、この鼻から上だけであっても、まあ、第3位には確実に、食い込んでくる作品ですね。だけど、まあ、それに今回なぜ第2位だったかというと、その鼻から下ですよね。まあ、特にこの、まあ、鼻の穴っていうものが、今回、まあ、カリッツェソシラネーメン。カリッツェソシラネーメンっていう加点。大きな加点が加わったんですよね。だから、これ二分割しても、おだってんですよね。まあ、鼻から下隠してもらっても、おだってる。鼻から上隠してもらっても、おだってる。ですよね。うん。なので、今回、この川越シェフ、第2位にノミネートされましたね。うん。やはりこの、うん。まあ、上下でおだってるっていうのがポイント。がな、うん、まあ、それが、まあ、カリッチュソシラネーメなんですけどね。うん。はい。というわけで、まあ、これが第2位だったんですけどね。じゃあ、これで第2位だったら、この川越シェフ、うん、越す人ってどんなもんよって気になりませんか？うん。でも、いるんですよね。この川越シェフさえも越すものがあったんですよね。それが今回第1回 OD1 グランプリの、うん、見事流行る第1位に輝いた画像なんですけどね。うん、じゃあもうとうとう行きますよ。今回、うん、たくさんの8万を超える画像の中から、見事、第1に輝いた作品ですね。ペンネーム、ケツゲは枝毛さんからの投稿です。これ第2位の作品を送ってくださった方と、同一人物なんですよね。すごいですよね。ワンツーフィニッシュ。おめでとうございます。ケツゲは枝毛さん。すごい、だから、うん、このケツゲは枝毛さん、本当スカウトしたいなっていうふうに思うぐらい、まあ、おだつものを、見る目があるっていうことなんですよね。うん、まあ、もったいぶって、すいませんね。まあ、行きますよ。それでは、ケツゲは枝毛さんの作品、見事第1に輝きました。こちらです。どうぞ。はい。これはね、うん。まあ、今回、このやるタイミングが悪かったかな。うん、まあ、時の人ですよ。うん。まあ、ご存知かと思うんですけども、まあ、今でしょの人なんですよね。うん。まあ、この、今、このタイミングで OD1 グランプリをやったら、もう、どうもなんないんですよね。どうもなんなく、この今でしょが1になってしまうわけなんですよね。うん。これも仕方ないです。また大体にして、このタイトルデザイン、もう、書いちゃってますからね。うん。いつおだつか今でしょって。うん。もうこの時点で、まあ、この人の優勝っていうものは、まあ、決まっていたんですね。うん。で、まあ、もうこの一世を今、風靡している、うん。今でしょの人。なんで、うん、じゃあなんで、流行ってんのかっていうことを、この、おだ、地協会からの目線で、まあ、説明していきたいっていうふうに思ったんですよね、今日は。うん。これは、もう文句なしの1位なんですよ。小田協から見ても。うん。
で、まあ、そのポイントを、まあ、説明していくと、まあ、それ、まあ、だからそのポイントが、まあ、皆さんも知らず知らずのうちに、まあ、結局 CM ですよね。まあ、CM で、まあ、今でしょって言ってんのを見て、印象に残ったわけなんですよね。だから出てくるべくして出てきた人間、まあ、それがこの人なわけなんですよね。で、だからまず、まあ当たり前のように、ポラレッツェ。で、当たり前のように、まあツナリッシャー。で、まあ、まあこの、口？まあどこかなってなると、ほうれい線と口の形、これが、まあ、大きな加点ですね。まあ、カレッジソシラネーメなんですよね。で、まあ、最大の、加点が今回これにさらに加わるわけなんですよ。何かというと、さっきの、川越シェフを思い返してほしいんですけれども、川越シェフは、言っても、まあ、業界人ですよ。まあ、シェフですけど、まあ、テレビ慣れもされてるんでね。まあ、作ってるわけですよ。まあ、ほとんど、さっきの表情っていうものは作ってる。だから自覚を持ったお立ちなんですよね。川越シェフは。自覚を持っておだっているんですけど、まあ、それに引き換え、これ今でしょうは、ちょ、見てください。ちょ、目合わせてもらっていいですか？心の底からおだってますよね。内面からおだってる。天然的におだってるわけなんですよね。この、まあ、決して作られていない。決して、人の手が加わっていないおだつっていうものが皆さんもテレビ画面から知らず知らずのうちに感じ取って印象に残ったわけなんですよね。で、その、まあ、言うならば天然石、天然おだち石を感じることができるものを、メバツォって言うんですよ。今回このメバツォが加わって、第1位に輝くことができたんですね。忘れてた。さっきの川越シェフ何ペントヌーンか言うか言う、忘れてたんですけど、あの川越シェフは、まあ、1万3000ペントヌーンなんですよね。まあ、採点。点数から言うとそうなんですけど、まあ、今回この今でしょうは、まあ、これ時期っていうものもね、非常に大きいんですけど、今、この時期、今でしょうの時期で、6億ペントヌーンなんですよね。そうそう。だからもう、桁違い、だってことなんですよね。まあ、時期が悪かったかな。まあ、今やるとどうしても、まあ、これが第一になってしまうっていうわけなんですよね。まあ、半年後、一年後は、まあ、もちろん変わっているですけどね。で、まあ、おそらく、まあ、5年後であっても、まあ、8位かな。まあ、8位ぐらいの位置にいるんじゃないかっていう。思われるんですよね。それぐらい、まあ、強烈な、ですね。こちら、今でしょ。の人が、まあ、第一。っていうふうに、いきなりですけどね。言いたいところなんですが、ちょっとコーヒーすすりますね。今回ですね、違うんですよ。
何が違うかっていうと、まあ、本当の1位っていうものは、皆さん感じているかもしれないんですけども、それを投稿してきた、ケツ毛は枝毛さんなんですよね。うん。めっちゃ踊ってますよね。このケツ毛は枝毛っていうペンネームが、もうおだってですよ。うん。なので、まあ、今回こういう、オーディワングランプリ、うん、開催いたしましたけれども、第1位は、このケツ毛は枝毛さんじゃないかっていうふうに思ったんで、はい。第1位はケツ毛は枝毛さんです。おめでとうございます。はい。まあ、そういう感じですね。はい。終わりました。でですね。まあ、また機会があれば、はい、第2回オーディワングランプリっていうものも開催したいなっていうふうに思うんですけどね。まあ、僕としても、非常に収穫があるんでね。うん。まあ、これをやることによって、まあ、僕が、まあ、もしかしたら死ぬまで出会えないかもしれない、お立ち画像っていうものに出会えるんでね。うん。またやりたいなっていうふうに思うんですけど、はい。今回ね、ちょっと間違った画像っていうのも送られてきたんですよね。いくつか。うん。ちょっと、おだっつっていうものを、うん。ちょっと捉え間違えているのかなっていう。で、まぁ、今回、まあ、それをちょっと説明しておきたいなっていうふうに思ったんですよね。まあ、それはなんでかっていうと、まあ、まあ、次もし第2回開催するとしたら、まあ、間違えないようにですね。まあ、こういうのは間違いなんだよっていうことを、まあ、一応ですね、説明していきたいと思うんですけども。まあ、まず、これですね。はい、どうぞ。はい。で、これ違うんですよね。これ、おだっつじゃないんですよね。うん、これちょっと、違うんで。これは、おだっつじゃなくて、おだってるんですよね。うん。おだってるわけですよ。うん。でこれはちょっと、おだっつじゃなくて、まあ、似てるけど違う。うん、おだっつ。似てるけど、まあ、追ったってるっていうことなんですよね。で、こういうのは、まあ、違うよっていうことなんですよね。はい。まあ、残念ながら違うんで、それも、まあ、そこのとこ間違わないでほしいのと、あと、まあ、もう一つですね。もう一つ、こちらをご覧ください。どうぞ。はい。はい。これもね、違うんですよね、これ。また確かに、うん。確かにこれ花、花はさっきの川越シェフのですね、まあ、カレッソシラネーメ、かなって思いがちなんですけど、これは、ただ、ブスがふざけてるんですよね。うん。これは、まあ、おだつ画像じゃなくて、ブスがふざけてるっていう画像です。はい。まあ、こういうものはね、ちょっと間違わないでほしいんでね。うん。まあ、そこだけ、ご理解ください。お願いいたします。でですね、まあ、ちょっと自分のブログの方でもお伝えしたんですけども、まあ、今回、まあ、僕がですね、まあ、おだちマスターっていうことで、まあ、いろいろ皆さんにですね、その、おだつについて、まあ、いろいろレクチャー、うん、レクチャーしていきたいことが、まあ、あるんですよね。まあ、そういう、専門用語もありますし、うん。自らがですね、まあ、おだつときに、まあ、いろいろ技があるんでね、うん。そう。その技とかもいろいろお伝えしていきたいなっていうふうに思ったんで、おだち部、うん。おだち部っていうものを、作ったわけなんですよね、僕は。おだち部。うん。おだち部。まあ、おだち部の部長が振る、
勤めてですね、まあ、部員を、まあ、募集してるんで、まあ、もし、おだつについてですね、もっと、知りたいなっていう方があれば、ぜひ、僕のブログの方で、まあ、おだち部、まあ、仮入部、申請っていうものを受け付けているんで、ぜひ、仮入部してくださいね。まあ、正式に入部じゃないんですよ。まあ、いろいろ、僕としてもですね、中途半端なお立ち方の方が入ってこられたら、ちょっと僕自身の、まあ、モチベーションも下がるんで、まあ、いろいろ、まあその人のですね、まあお立ちについての、まあ、熱い思いとかを知ってですね、あ、この人、おだってんなって思ったら、もう正式に認定させていただこうと思うんですけどね、正式な部員として。なんで、なので、まあ、お気軽にですね、まずはお気軽に、仮入部してみてください。で、まあ、仮入部してくださった方には、お立ち動画っていうものをプレゼントさせていただいてるんですよね。まあ、僕が作った、まあ、お立ち動画っていうものも、ゲットできるんで、ぜひ、ぜひぜひですね、まずは、お立ち部の方に仮入部してみてください。ということで、今日のフルの弾き語り配信ラジオは終了となりますけれども、まあ、いつも通り最後はフルの弾き語りをお送りしてお別れしたいと思います。はい、それでは今日は何をしようかな。そしたら、まあ、今日はリクエスト曲、をですね、リスナー様からお寄せいただいたリクエスト曲を弾き語って終わりたいと思います。まあ、トミーさんからリクエストしていただいた、秦基博さんの愛っていう曲のカバーを弾き語らせていただこうと思いますね。すごくいい曲なんでね。まあ、僕が弾き語ることによって、ちょっと世界観を壊してしまったら申し訳ないんですけれども、この名曲、愛をお聴きください。それでは笑ってまた来週お会いいたしましょう。フルがお送りいたしました。
たんだよ。あふれ